売り出し中の女優、吉岡里穂25が民放の連ドラで初主演を務めた「君が心に住み着いた」が苦戦を強いられている初回は9.4%でスタート第2話は8.5%にダウンさすがに制作サイドもそのままではまずいと思ったようで第3話では吉岡に一肌脱いでもらったのだすでに第2話の予告でその場面が登場しましたが 第3話では吉岡が下着姿を披露下着メーカーに勤務する吉岡演じる OL が思いを寄せる向井リエンジルド S の上司から発表会において下着姿でランウェイを歩くことを命じられます主演にもかかわらず浄化純白の下着を着用して熱演そこそこエロかったんですがテレビ局関係者視聴率は 前回よりも0.1%ダウンの8.4%吉岡が下着姿になることは第2話終了時点でネット上では拡散されていただけに特におかずにしたい男性ファンがテレビの前に釘付け結果視聴率アップとはならなかったのだ吉岡といえば売れない頃にはグラドルで稼いでいたにもかかわらずある媒体でグラドルをディスるような発言をしてネット上で叩かれた 後にグラビアはいい経験になったなどと発言を訂正したが後の祭り昨年やりちん俳優の佐藤健と密会しているのが報じられたこともあり男性の支持率が急降下しています芸能記者下着姿でダメだったらもうテレビの放送コードギリギリの濡れ場にでも挑むしかなさそうだ